道日本ハムファイターズ対中日ドラゴンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかというのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど。さあバッターは何を、インサイド落ちました、センターに抜けました、先制のランナーが、バッターは2番に入っているソト、ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド上のピッチャーは藤井、そして打ちました、ショート取った、セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー、バッターは3番の木下、ドラゴンズダブルプレーでランナーなくなりました。引っ張った、サード取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあこれからドラゴンズが守備につきます。バッターは近藤、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。引っ張った、セカンド取る、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている松本、小笠原、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました、素晴らしいコントロールですね。はい、外のストレートがストライク、146キロ、インコース詰まりました、この打球はフライになっています。3番バッター紅林、ツーアウトになっています。この回の小笠原、4球でツーアウトにしています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思いますよ。はい、そうですよね。変化球が低めに外れます、ボール先行です。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、高めストレート、空振りでストライク、148キロ、引っ張った、ワンバウンドヒットになりました、ツーアウトランナー一塁、バッターボックスには4番大山、ヒットでランナーを一塁に置いています。最初は変化球できました、ファウルです。低めの変化球です、坂本、ドラゴンズピンチになりました、ツーアウトランナー三塁一塁。さあそしてバッターボックスには岡本が入っています。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですね。アウトコース、これは見送ってボールです。ライト方向を流しました、一二塁間を破る、三塁へ送球、さあは何から入ってくるか、ファウルになります。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど、さあ何を選択してくるか、ここもファウルです。引っ張った、これもファウル、ボールを拾ってドラゴンズ、さらにピンチになりました、ツーアウト満塁です。さあそして打席には桑原が入ります。さあなおもピンチの場面、外の球打った、サード取った、一塁へ、一塁アウト、これでスリーアウト。ついに最終回を迎えました、追いかけるドラゴンズの攻撃、4番バッターウォーカー、打ちました、取った、アウト、ワンアウト。打席には5番バッター坂本、藤井、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球狙って空振りです、スピードボールを持っています。低めの変化球は決まりません、変化球が低めに外れます。インコース詰まりました、ここは打ち上げています、取ってツーアウトです。バッターボックスパウエル、ツーアウトになっています。最初は変化球できました、インコース決まりました、153キロ、
打ちました。ヒットになった。ランナー出ました、ドラゴンズです。2アウトランナー1塁、バッターは7番に入っている檜山。ヒットでランナーを1塁に置いています。ファイターズピッチャーが変わります。1塁に同点。さあまず1球目、初球ボール、高めストライクになります。今はよく見ましたね。膝元変化球がわずかに外れています。ライトへ、最後は外野フライ、掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。